レテンク。おい、なんで勝手になってきてるんですか。久しぶり。動画編集中？いや、普通にダラダラしてましたね。作ってるちゃんと。いやいや、なんで勝手に入ってきてるんですか。あともう大会まで2週間ないから、俺がいないところで手抜いてんじゃないかと思ってね。抜き打ちでちょっと食事チェックしに来ました。いやいやいや、ちょっと俺の食事気にする前にちょっと自分の品性とか疑った方がいいっすよ。お前、ちょっと待って。ごめんなさい。この野郎、お前。今、タバコ持ってんか。お前、タバコじゃん、タバコ。レテン君。はい。動画。え、何ですか？え、僕、飯作るんですよね、今から。作るけど、やっぱり YouTube のリスナーさん、まあ、大会に出るまでの過程をね、楽しみにされてるから、体の変化っていうのをね、まあ、たびたび見せていかないといけないわけよ。動画。ちょっと待ってください。なんでですか？料理関係ないじゃないですか。ある。プライバシーって言葉知ってます？知らない。俺だって嫌ですよ、裸になるの。知らないです。ちょっともう。ちょ。おい、待って。はい。清掃。清掃じゃないっすよ。どこの国の清掃っすか？今飲んだらよ、これ。これ直で飲んだらよ、じゃないですか。そう。本当に何も知らないっすね。何も知らないよ。こんなもん生きてて必要ないもん。そうっすね。料理の知識と、あと道徳とかも全然学んでないっすよ。お前、何ですか？こういうところっすよ、もう。本当に。やめてください。急に持ち上げたら、いけないですよ、人って。はぁ。ああ、てめえどうすんだお前、本当にこれぶっ倒すお前。お前だろうが。料理が完成しました。これは何でしょうか、レテン君。これは油淋鶏と、あと大葉とキノコのチャーハンですね。でーす、じゃーん。お前が作ったみたいに言うなよ。服着せろや。うまっ。うまいな。うまいっすよね。うん。じゃあもう帰ってもらっていいですか。ああ、もういいっすよね。あとで自分で食べるんで、うん、もう帰ってもらって大丈夫っすよ。ダメだろ。なんだこいつ。ごめんって、もう、わかった。わ、苦しいって。おい、待って、ごめんなさい。お前、舐めてんのか、お前。舐めてないっすよ。お前、なんすか。どうなってんの、お前。調子乗ってないっすよ。こうやってコーチがね、直々に抜き打ちでわざわざ横浜から1時間かけて来てんだよ。世話やかせやがって。勝手に来ただけだろ、こうで。じゃあ、あと今日もう2食食べよう。酒とポテチね。まあ、お酒とポテチが聞こえなかったっす。ん？あ、それが聞こえない。おい。なんでこいつちょっとラグいんだ。お前、この殴るぞ、お前。ごめんなさい。あんま調子乗ってると、お前。先生。